今日大分はあれ青いユニフォームじゃないぞと思われている方も多いと思いますが、今日からこの夏3試合限定のユニフォームでね試合ということになります。主審スタニのホイッスルが鳴らされました。試合が始まりました。左エンド、今日は今季の夏の限定ユニフォームで臨んでいます大分トリニータ。左から右へと攻めていきます。中央に家泉、ファーに有田、ベルランクリア、あ失礼、サムエルクリア、はい、もう有田戻してシュート、いわき先制。前半のアディショナルタイム山口です。コーナーキックから先制点を奪いました。いわきファール失点をしてしまいましたね。この折り返し、まあ、マークも当然もうずれてますし、ボールウォッチャーになってますから完全に ずらされましたね。ただ有田の、ね、折り返しも非常に良かったですし、そこにフリーで待ってた山口冷静に決めましたね。足の怪我から復帰7試合ぶりの出場の山口が前半のアディショナルタイム、こぼれてシュート、いわき追加点、岩渕です。交代した、ね、狙いが当たりましたね。58分、岩渕6点目。まあ、これもキーパーからの一本のボールですけどね、加瀬が頑張って、まあ、少しこうまた通ったんですかね、低いグランダーのボールで野竹の横ですか、横ですね、はい、ただこのボールに対して人数は安藤の前、もう一度戻して野竹、安藤、松尾が行く、どうだ、吸い込まれた、脇としては今多分ちょっとこう後ろから来た選手を把握できていなかったっていうところと、そこに後ろから走ってきた松尾が足を出した、いわき逃げ切りました。